ジエルくれよ。佐賀の世界へようこそ。あ、どうもペンギンズの信夫です、今回もですね、ドッキボーからお送りしておりますけども、はい、今回もこの企画、信夫のこの家で語りするさあ、ということで、来ましたキャラ語りですね、今回僕が語りたいのはこちらのキャラです。ノエル・ロックブーケ・ワグナス。いやちょっとね、あんまりねこのシリーズの動画上がってないのにもうキャラまとめていくんかと、もうネタ切れてんのかと思うかもしれないですけど、まあ、違います。これはね僕はどうしてもこの3キャラをまとめて関係性も含め紹介したかったんですね。なのでちょっと早速語らせていただきたいと思います。さあまずですね、まあ、前の動画でもねお話ししたんですけど、まあ、このね、七英雄ですねっていうのはボスなんですよ。でこのノエル・ロックブーケ・ワグナスは、まあ、七英雄の中の3人になっております。まずは、ノエルで、ノエルとロックブーケ、ここね兄弟なんですよ。お兄さんがノエルでこうロックブーケが妹っていう。で結構ね七英雄って同化法を使って魔物を吸収してるんですね。みんなやっぱ魔物を吸収してるんで、このなんかね自己主張がね結構強めの七英雄が多いんですけど、このノエルはねちょっとね違うんですよ。めちゃくちゃ礼儀正しいんですね。やっぱこう初対面でも敬語みたいな、他のね七英雄とはちょっと違った対応をしてくると。で交渉次第ではノエルとは戦わなくてよかったりもするんですよ。ただねこのロマサガ2、まあ、もちろんフリーシナリオですよ。妹のロックブーケを倒した後にノエルに会ってごらんなさいよ。めちゃくちゃキレてます。あんな礼儀正しかったんですけど、まあ、でもね切れ方もねなんか激高するというよりはこうセリフ、これねノエルの、結構ね代表的なセリフで「やらせていただきます」っていうセリフがあるんですけども、この「やらせて」の「や」が「殺す」んですよ、漢字の。もう冷静に、もうだからビックリマークとかじゃないですよ。やっぱねあの時代のやっぱねファミコン、スーファミの RPG でやっぱこうね倒すとかっていうね意識はあるじゃないですか。でも殺すって文字すごい印象に残ってて、そう、僕ね、そんなね、まあ、妹を溺愛しているノエルなんですけど、まあ、続いてはそのロックブーケ、この妹のロックブーケなんですけども、まあ、ロックブーケはもう、ね、まあ、もうね、絶世の美女ですよ。で、まあ、永遠の17歳とも、言われてまして、まあ、それこそ原作やってる方、まあ、リユニバースねやられてる方とかは、まあ、その可愛さとか綺麗さっていうのはねもう十分知っていただいてると思うんですけども、このねロックブーケ夢あるんですよ。可愛い夢、ロックブーケの夢ってワグナスのお嫁さんになることなんですね。実はこのねロックブーケはこうワグナスに恋をしているというね裏設定がねあるんですよ。そうなので、こう七英雄に入ったのもこのノエルとワグナスがもともと知り合いというか、まあ、親友のような仲なんですけども、まあ、ここでこう2人がいろいろ頑張ってるのを見てこうロックブーケもお手伝いしたいと。だからノエルとワグナスのために、まあ、どっちかというとワグナスのためにこう七英雄に入ったっていうね経緯があるんですね。まあ、これちょっと悲しいのがね、ノエルを倒した後にロックブーケに会っても別に何も言ってないっていう、これなんかちょっとね悲しい。このねなんか一方通行のね関係性も僕好きなんですよ。それで最後、このロックブーケの声の相手ですね、ワグナス。ワグナスはこうノエルと一緒にその同化の方っていうのを、まあ、研究してたんですね一緒に。はい、なのですごいまあ仲いいというか戦友で、でワグナスは元教授です。なのでめちゃくちゃ頭もいいんですね。はい、であとこれもねまあ、リユニバースやられてる方とかはちょっと気になったところかもしれないんですけど、ワグナスってイラストで見ると人間タイプのイラストは違いますけど、このモンスターと同化してるイラスト見ると胸あるんですよ。
だからもしかすると最初に見たら、あれワグナスって女性なのって思った方いらっしゃるかもしれないんですけど、これってあのワグナスがその同化法を使ってモンスターと吸収した時に、この女性型のモンスターを吸収したことによってこの胸がついてるっていうね、ということらしいですよ。はい、なので実際は男の方ですね。はい、でワグナスのねこの印象的なセリフでね、七英雄は最強、その中でもワグナスが最強だっていうねセリフがあるんですよ。モンスターをねこう救出することによって結構ね、まあ、横暴というか結構まあ暴力的なそういうねセリフも、語るようになるんですけど、この原作の中でこうワグナスが、あ、真面目だったんだな、あ、優しい人なんだろうな、もともとっていうのがちょっと垣間見えるシーンがありまして、あの浮遊城っていうダンジョンの一番奥にこうワグナスがいるんですね。でその一番奥まで行って話しかけると、まああの浮遊城、まあ、楽しんでいただけたかなみたいなセリフをかけてくれるんですけど、ここでね選択肢がね3つ出てくるんですよ。まあ十分楽しんだと、まあ、なんか全然楽しくなかった、あと、まあ、もう帰るっていう 3つの選択肢出てくるんですけど、これもう帰るを選ぶと、じゃあ地上まで送りますって言って町まで送ってくれるんですよ。このね、帰りたいならじゃあお送りしますよっていう、まあね、道中多分ね飛べるんでワグナスって、多分まあ背中に乗せるなりで多分地上までね降ろしてくれたと思うんですけど、まあ、道中まあ気まずかったろうなっていうのをねいや、まあ言ったけど、もう帰るとは言ったけど、まあでもなんか車出してもらっちゃったしみたいな、なんか文句言うのもなみたいな、多分ねすっごい気まずいね帰り道だったと思うんですけど、でもやっぱねこのもともとね真面目なワグナスだからこそ、ああいうね帰るって言ったらしっかり送ってくれるっていうね行動になったのかなとか、まあいろいろね考えさせられるところもありますけども、はい、まあそんなね、3キャラでしたけども、最後にですねちょっと七英雄の豆知識だけ、置いてね終わりたいと思います。七英雄の名前すべて山手線が由来してます。これちょっとね皆さん考えてもらえれば、ロックブーケは池袋です。池袋からのロックブーケですね、はい、でノエルはこれ上野です。上野からノエルですね、はい、でワグナスは品川からのワグナスなんです。他の4キャラもちゃんとワグナス線がちょっと由来してるっていうのがねあるので、ぜひちょっと、皆さんで探し当ててみてください。ということで、のぼうのこのキャラ語らせろでした。チャンネル登録高評価お願いします。またねー。